にちは、川ポンです。早稲田大学商学部の機関車速報の更新になります。1月27日現在の数値になります。まだ最終確定ではありませんが、1月20日が出願締め切りになりますので、ここからはあまり大きな動きはないと予想しています。さて、改めて商学部は画面の3つの方式のいずれかの選択になります。英語4技能方式で行くのか、多くの方が迷われたと思います。前年度はこの方式がかなり増加して、志願者が899人となり、倍率も急騰しました。2023年度は現段階では270人で、前年比のわずか 30% になります。倍率が低かった2021年度に近い数字になっています。穴場になる可能性が高いですね。他の方式は今のところ前年比 90% を超えるところまで来ています。では数値が確定すればまた増加にしますね。それでは皆様、さよならさよならさよなら。